ククー、ハッピーニューイヤー、明けましておめでとうございます。フランスの方もね、お正月第1日目でですね、カウントダウンの後にはもう花火は上がるし、すごいうちの近所もみんなね、エキサイトして、去年にも増して、ちょっと盛り上がっておりました。なんか機会があったらそのビデオ撮ってるんで、ちょっと個人的に見ていただきたいなって思うぐらい、ちょっと思わず昨日スクープで撮りましたけど、ちょっとね、シェアできるちょっと動画のクオリティなのかちょっと分かりませんけど、なんかスクープ動画としてYouTube とかで流して、なんかちょっと見てもらいたいなとかって思ってますけど、まあ、昨日の昨日なんで、まだちょっとね、みんなゆっくりしてるし忙しい時なんで、全然編集とかもしてないんですけど、ちょっとねすごかったし、本当に今年のそのフランスの紅白歌合戦みたいなのがあるんですけど、すごいおしゃれで、なんかリドとか、リドって言ったらそのムーランルージュとかで、ね、そういうやつなんですけど、もう美しいって感じ、ゴージャスって感じでした。はい、なんか旦那さんもね、着物着るの好きなんで、着物着て、なんか横でフランス人が着物着てる状態で、なんかムーランルージュのフレンチカンカンとか、なんかフランスのシャンソンとか聞いてる、なんか年越しで、なんかすごくトリッキーな感じだったんですけど、私はフランスのね、サッカーのね、応援の T シャツ着てました。家なんか暑いんで、こうやって T シャツ、そう、フランスってね、なんか意外とみんな冬になっても、T シャツとか着て、上にね、こう、セーターとか着て、暑くなるとみんな脱ぐんですよ。平均体温高いんで、こっちの人って。まいろいろ話せばいろんなことが湧き上がってくるネタを持っている、ミラクルでございますけれども、それでは、ここからちょっと、分けてちょっとね話していきたいと思います。